8月最終日となった今日31日も西日本から東海にかけて厳しい残暑となり、全国129の地点で猛暑日となりました。岡山県高梁市は今日も35度を超えて、9日から続いている連続猛暑日はこれで23日、昨日の段階で並んだ大分県日田市の記録を26年ぶりに上回り、単独1位となりました。明日から9月になりますが、月が変わってもすぐに暑さが落ち着くわけではありません。明日の気温を見ていきましょう。西日本から東海は依然として35度を超える猛暑日のところが多く、残暑が続きます。一方で関東は今日よりも雲が多く、東からのやや冷たい風が吹き込むため気温はあまり上がりません。30度に届かないところもある見込みです。8月から9月になって日差しの強さはピークを過ぎているものの、35度を超えるところが多い予想です。熱中症のリスクが高い状態が続きます。真夏と同じような対策を引き続き行うようにしてください。